大きいところだったりとか会社さんとかしか飾ることができないので需要が下がってしまうっていうところで相場も下がるっていう現象が起きてきます。同じコンディションでもですね10倍ぐらい差がつくことがあったりしますので。はい、美術品バイヤー小林です。本日も動画をご覧になっていただきまして誠にありがとうございます。本日はですねプロはここ見る日本画というところでですね過去洋画だったりとか版画とか現代アートとかですね様々なジャンルをですねプロ目線で買い取りするときにこんなところを見ますよっていうのを紹介させていただいておりまして少し期間が空いちゃったんですけど今回は日本画をですねプロ目線からどういうとこ見てるかっていうのをですね皆さんに紹介させていただきたいと思います。これを見ればですね今日本画をお持ちの方はどこに注意すれば高く売れるのか反対にですね今後日本画を購入されようと思っている方はですねどこの部分を見ればその価値がですねあるのかないのかっていうのをですね判断する材料になりますのでぜひ皆さん最後までご覧になっていただければと思います。じゃあ正野さん、はい、日本画何かわかりますか？日本画めっちゃ雑な質問ですけど、はい、そうですね油彩はなんとなくみんな想像してるのが、うん、結構厚塗りでぼってりキャンバスに描かれてるっていうのは想像つくんですけど、うん、日本画の定義ってそもそも何って考えたら日本の絵ぐらいしかなくて、はい、ああなるほど、はい、ちょっとわからなくてなんかあるんですか、うん、具体的に日本画の定義とかってあるんですよ。日本画っていうのはですね少し独特で明確に根拠っていうのがありまして明確にあるっていうのがですね他のジャンルとの大きな違いになりますのでそのあたりを解説していきます。日本画ってですね実はすごい歴史が浅くてですね100年ちょっとぐらいしかないんですよ。100年ちょっとでも油絵とかだったらもう中世からあるようなそうなんですよイメージなので、はい、意外と新しいんですね。新しいんです。動画見てる皆さんはですねじゃあ浮世絵は日本画じゃないのかだったりとかですね大和絵は日本画じゃないのかっていうですね疑問があると思うんですけどもそれとはまた別でですね明確に分けられておりましてなぜ分けられてるかと言いますと日本画というのはですね江戸時代鎖国が終わってその後海外からですねいろんな文化が入ってきました。その中に洋画油絵っていう文化が入ってきましてそれを見たですね日本人たちはあれこれはちょっとやばいのが入ってきたんじゃないか。もともとある浮世絵その時は浮世絵美術品っていう感じはなかったんですけど、まあ、いわゆる掛け軸の大和絵ですねなんとか派とか有名なとかと加納派とかそういったとこなんですけどもそういったですねそこの系譜を継ぐ方たちがですねあれこれが来たら日本独自の美術文化っていうのがですねなくなってしまうんじゃないかっていうですね危機感があったみたいでそういう背景があって海外からですねフェノロサっていうですね日本画ができる上でのキーマンと言える方が来てそのフェノロサっていう人と加納派のですね流れを組む加納邦外っていう人が出会いじゃあ油絵に対抗する日本独自の絵画文化を作ろうっていうところで日本画っていうのができたんです。なのでどちらかというとなんか流れでですね形ができるっていうよりはですねいわゆる人工的に絵画様式を作った結構特殊なジャンルになるんですよ。知らなかったです。日本画にはそういった背景で人工的に作られた経緯があります。人工的じゃないっていう意見もあるかもしれないんですけどそれは申し訳ないです。大きくですね日本画独特な描き方っていうのがありまして2つ紹介させていただきますと1つはですね日本を象徴するような日本をイメージするようなモチーフが題材として選ばれてます。何かわかりますか？日本富士山とかですか？あ、そうですそうです。富士山とか他に何かありますかね？着物とかですか？あーいいですね。着物とか日本独自の文化なので舞妓さんとか日本らしいものを題材として選ばれることが多いっていうのが1つ目。2つ目がですね輪郭線がですね明確に描かれてる。漫画とか読むとですね顔を描くときとかなんか明確にグイーって輪郭線があると思うんですけどもただ写真とか見ると輪郭線って存在しないじゃないですか。そうですね、はい、確かに普通にいろんな人の顔を見るとですね手のところとか輪郭線とかですね存在しないんですけども結構日本画見るとですね漫画みたいにですねぐるっと手とかですね顔の輪郭とか黒くグイって塗られてるんですよ。それって海外の洋画とかにあんまり見られないですよね。確かに、はい、今思えば日本独自の文化だったんですねそれ。そうなんですよ。他にもですね何個か日本画をですね形成するルールっていうのがありまして絵の具の材質が岩絵の具っていう日本画独自の絵の具を使ってるとかまあいろいろあるんですけども詳しくはウィキペディア皆さん見てみてください。ちょっと前置き長くなったんですけど本題ですね。日本画をですね買い取りする上で私たちが見る5つのポイントですね順番に紹介させていただきます。1つ目が付属品の有無、2つ目がですねダメージ、3つ目図柄、4つ目サイズ、5つ目トレンドですね。では順番に説明していきます。まず付属品の有無ですね。付属品の有無と聞いてどんなものを思い浮かびますかね、正野さん。付属品、やっぱり
ぱり箱とかですか？ああ大事ですね。箱はないよりはあった方がいいんですけども、日本が独特の文化っていうものがありまして、その付属品がですね、トモシールって呼ばれるものになります。トモシール、はい、初めて聞きました。こんな感じですね、トモシールって呼ばれるものがありまして、これトモって読むんですけども、どういうものかっていうと、作品が手元にあるので紹介させていただきます。こちらはですね、トモシールと呼ばれるもので、はい、一般的にはですね、額の裏についております。内容としてはですね、作家自身が自分の名前サインとですね、作品のタイトルを書いたものになりまして、トモシールがですね、あるかないかだけでも結構価値が変わってきまして、作家さんだったりとか作品のですね、市場価格によって変わってくるんですけれども、だいたいですね、トモシールがないと下がるときはもう6掛けとか5掛けぐらい、あんまりトモシール影響しないよねっていう作家さんだったりとか書く体の場合は8掛けとか9掛けぐらいのイメージになります。それでも結構下がるんですね。結構下がります。ただ陶磁器でいうトモ箱みたいにないだけで 80% 引きとか 90% 引きとかガクンって下がることはないです。トモシールに関してないよりは絶対あった方がいいです。ただないからといってガクンと下がることではないっていうのが一つと、あと作家さんがですね、生きてればですね、その作家さんにちょっと先生これちょっとトモシール書いていただけませんかみたいな感じでですね、お願いできるパターンもあります。これもですね、作家さんによって受け付けている人と受け付けてない人がいますので、ないからといって必ず書いてくださいっていうスタンスで言ってしまうとですね、先生も困っちゃいますので、そのあたりはうまいこと話してやってください。一つ目トモシールですね。ここでもう一つポイントですね。トモシールっていうのはですね、トモシール以外にもトモシールの代用品になるものがありまして、それがですね、トモ板と呼ばれるものです。聞いたことありますか？トモ板ないんですけど、トモシールときてトモ板ってことはなんか板が入ってるってことですか？その通りです。板が入ってるんですよ。これもですね、ありますんでちょっとお待ちください。はい、はい、こんな感じです。はい、これ単体で板入ってるんですか？あ、そうですね、箱にですね、板を入れる用の入り口というか、しまえるようにですね、作られてまして、はい、額とは別にこういうものが存在します。この板っていうのはどういう類のものかって言いますと、もともと掛け軸だったものを額装し直した時にですね、この掛け軸もこういう箱っていうですね、木箱に入ってるんですけども、この木箱のですね、上蓋の部分がこういうタイトルとかサインとか書かれてるトモ箱って呼ばれるものなんですけども、このトモ箱をですね、解体して板としてですね、付属品として取っとくっていうのが業界としては一般的なので、このトモ板があるってことはですね、この作品は掛け軸から額装し直した作品なんだなっていうふうにですね、思っていただければと思います。なのでこのトモ板もですね、トモシールと同じ役割がありますので、皆さん間違えずに捨てないでください。次、2番目ダメージですね、はい、これも皆さんもなんとなくイメージつきますよね。見て楽しいものなので、その見る部分にですね、傷があるとちょっと気分も良くないですし、価値が下がるっていうのは重々承知だと思うんですけども、日本が得意のですね、ダメージがあります。日本がだからこそ出やすいダメージとかもありますので、そのあたりをですね、紹介させていただきますと、日本画っていうのはですね、岩絵の具といった砂が混じってものですね、ちょっとキラキラしたような立体感がある見た目がほとんどなんですけども、立体感があるからこそですね、パカッと割れてですね、破れちゃってるケースもありますし、油絵と比べてですね、僕の所感なんですけど、カビとかモサッとしたブルーチーズに乗ってるようなあんなカビがですね、ポツポツ出てたりとか、そのカビがですね、シミに変化して黒い点々点々点点点が出てたりとかですね、そういったものが多いですね。結構繊細ですね。結構繊細なんですよ、カビ。どうなんですか、油彩よりも日本画の方が私ダメージ多いイメージあるんですけど。ああ、確かに油絵よりも日本画の方が僕個人としてはダメージが出やすいような印象ではあるんですけども、誰か詳しい方がいたら教えてください。なので絵の部分にですね、こういったカビとかシミとか出てると価値が下がりますよ。最初言ったようにですね、絵の具がですね、厚塗りな分パカッと割れちゃう可能性がありますので、そういうのが出てしまってるとですね、価値がガクンと下がっちゃいますので、どうぞお気をつけください。なので絵売るときは自分で見ていただいてダメージないかな、で反対にですね、日本画を購入するときはですね、カビとかシミとか出てないかなっていうふうにですね、よく見てみてください。次、図柄ですね。図柄っていうのはですね、何が描かれてるかというお話になります。大体ですね、風景画、人物画、生物画の3つがほとんどです。その中でどれが高いかと言いますと、正村さんどうですか、人物画、風景画、生物画。やっぱ人物画ですか。あ、いいですね。正解はですね、作家による。え、それずるくないですか。はい、そうなんですよ、ずるいですけどね。作家次第なんですよ。でもそんな作家によってどれが高いかなんて分かんないですよ。あ、そうですよね。あ、いい質問です、ありがとうございます。ちょっとそれは後々解説させていただきますが、その作家によってですね、代表的なモチーフだったりとかが存在してまして、例えば横山大観だったら富士山が有名です。なんで富士山が高いです。東山魁だったら青色ですね、東山ブルーと言われるようなエメラルドグリーンのようなですね、独特の色合いを使った風景画が高いとか、であと平山郁夫はラクダが高いとか、作家によってですね、どんなモチーフが高いっていうのが明確に決まっておりまして、なのでその高いモチーフと
人気がないモチーフを比べるとですね、同じサイズ同じコンディションでもですね10倍ぐらい差がつくことがあったりしますので、その作家の人気があるモチーフかどうかっていうのがですね非常に価値を測る上で重要になってきます。その作家によって何が高いかっていうのが皆さんですね分かんないと思います。じゃあどうやって調べればいいかっていうのを紹介させていただきます。調べ方ですね、ネットで検索してください。ネットで検索してくださいっても分かんないですよね。そうですね。でネットで調べるときにですね、その作家、例えば東山魁だったら東山魁買取みたいなワードで調べていただくと、東山魁の作品を欲しい業者がバーって出てきます。そこをですね上から5つぐらい見ていただくとですね、東山魁の買取実績みたいな、こんなん買ってますよっていうのでですね、高い作品と安い作品が出てきます。でそれをですね5社ぐらい出るとですね、大体こんな感じのものが高いのかなっていうですね、なんとなく見た目モチーフっていうのがですね必ず分かりますので、それでですね確認してみてください。分かんない場合もうそれ見てもですねもうよく分かんないってなったらですね、もうそのまま画像を送って業者に調べてもらってください。そしたらですね金額が返ってきますので、それで高いのか安いのか判断してみてください。この世の中便利ですね。便利です。当社はバクって言うんですけど、バクもですねそういった買取査定やっておりますので、概要欄ぜひ見てみてください。LINE 査定お待ちしております。次ですね、サイズに関して、大は小を兼ねるじゃないですけど、大きい方がいいですと。それ簡単ですよね。大きい方がいいんですけども、でも限界があります。大前提ですね、ご自宅だったりとかですね、ある一定のスペースで飾られる方が多いと思いますので、あまりにも大きいとですねもうそもそも飾る場所がないという現象が起きてしまいます。確かにそうですよね、はい、壁にもなんか限界あるので、はい、あまりでかすぎるとちょっといらないなってなりますよね。あ、そうですよね。そうなんですよ。なのでこれも僕の体感なんですけども、30号まで、30号、絵画っていうのはですね南号っていう言い方でですねサイズを呼ぶんですけれども、30号ぐらいまでが徐々に金額が上がって、それを超えてくるとですね作家によっては下がったりとかしてくるかなっていうところで、30号っていうのはですねどういう大きさってイメージつかないですよね。わかんないです、はい、縦横の長い方が約90センチ。90センチ、まあ1メートル弱ぐらいですかね。大きいですね、はい、大きいです。そのぐらいはご家庭でも飾れるギリギリのサイズなんですけども、それを超えてしまうとですね、いわゆる豪邸と呼ばれるような大きいところだったりとか、公民館とかそういう病院とかですね、公的な施設とか会社さんとかしか飾ることができないので、ちょっと需要が下がってしまうっていうところで相場も下がるっていう現象が起きてきます。なのでですね、今後絵画購入してですね、いつか売却する可能性があるっていうことでしたら、あんまり大きい作品を買ってしまいますと、売却するときにですね少し価値が下がってしまうかもしれないのでですね、それはご注意ください。最後、トレンド。日本画にもあるんですね、トレンドが。日本画にもあるんですよ、トレンド。例えば現代アートだったらですね、今こんなんが入ってるとかですね、油絵だったらこんなん入ってるとか明確にあるんですけど、日本画はですね本当に僕の独断と偏見なんですけども、インテンと呼ばれるですねグループがあるんですけど、インテン系の作家さんっていうのがですね結構売れ筋なんじゃないかなと思ってます。インテンって何ですかね。インテンって何ですかね。何ですかね。インテン、日本って独特なルールがあって、公募団体っていう二期会とか二課会とか日展とかって皆さん聞いたことないですか。松原さんも聞いたことないですか。二課展とか、ね、ちょくちょく聞くんですけど、あれ何なんだろうって。ああ、そうですよね。インテンっていうのはですね、日本美術インテンの略で、皆さん通常インテンって呼ぶんですけども、このインテン系のですね作家さんっていうのはですね、冒頭説明したように古典的な日本画、輪郭の線があって、日本っぽいモチーフを描いていくっていうのはですね少し離れて、割と自由な発想で描かれてる作品が多いです。なのでモチーフがですね、なんかわけのわからん抽象画、わけのわからんって言ったら怒られちゃうかもしれないですけど具象画と抽象画っていうのがあって、具象画っていうのは何が描いてあるかっていうのが明確にイメージできるもので、抽象画っていうのはですね形容詞型になんかよくわからんけどなんか綺麗みたいな、そんな感じなんですけど、日本画っていうのはどちらかというと具象画がメインだったんですけども、抽象的な作品もですね描かれる作家さんが多くてですね、時代に合わせて成長しているようなイメージがあるんですよね。なんかここに所属している若手作家さんとかはですね結構人気があるようなイメージがあります。このインテンに所属している作家さんのものを買えば、ちょっとこれから伸びるかもしれない。いや、伸びるかもしれないです。プラスで伸びる作家さんの特徴を言いますと、その作家さんの名前を聞いた時に、あ、こんな絵を描かれてるなみたいな、描かれてるですねイメージが連想できる作家さんがいいと思います。なので例えば横山大観だったら、あ、あんな感じの富士山描かれてるな、東山魁って聞いたらですね、グリーン系の風景描かれてるなっていうですね、パッと思いつくようなですね、そういった作家さんをですねぜひ見つけてみてください。いかがだったでしょうか。このですね 1,2,3,4,5 をですねしっかり確認しながら、売却したい方は今お手持ちの作品を見てみてください。反対にですね、今後購入したいって方はですね、この5つの要素からですね、日本画として価値があるかないかっていうですねところをですね判断してみてください。そうするとですね、今後何かしら売却するっていうタイミングもですね、大幅な値下がりっていうのはですねあんまりないのかなって思いますので、ぜひ注意しながら購入してみてください。この動画がですね参考になったって方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。
願いいたします。何かですね、日本画作品のですね売却を検討されているという方はですね、概要欄に LINE ボタンがですねありますので、そこからですね友達登録していただいて画像とかお送りいただければ、簡単にこんな感じですよって相場をですねお伝えすることができますので、ぜひご活用いただければと思います。ではまたの動画、さよなら。